バスターコール、ポシャケカーニバル、レペゼンなど多くの名曲を生んだレペゼン地球。レペゼン地球は DJ 社長、DJ ホイ、DJ ギンタ、MC ワキ、DJ マルの5人組 DJ 集団だ。レコード会社には所属せず、主に YouTube 上で楽曲を発表している。レペゼン地球の YouTube チャンネルではチャンネル登録者数が220万人を突破しているが、動画広告は一切つけないというスタンスをとっている。その発起人かつリーダーを務めている DJ 社長は、高校時代に社長になろうと決意し、19歳の時に福岡から上京。駒沢大学で経営学を学び、会社を立てて仕事を始めるには500万円が必要だと悟ると、パーティーを開催して起業のための資金を稼ごうと思い立つ。しかし最初は思うように集客できず、赤字だけが増えていく日々。ついに光熱費や家賃を払えなくなった彼は友人の家に居候することに。次こそは本気でやってやると決心し、イベントを行うと、今度は2500人もの客を集め大成功となった。借金を返済し、さらにその3ヶ月後行ったスタジオコーストのイベントでも3500人を動員し、起業資金である500万円を貯めた。その後は地元福岡へ戻り、21歳で起業。バーを開業したり、九州最大のイベント団体博多ライフを主催したりと、順調に事業を進めていく。ところがポジティブな性格で騙されやすかったのか、度重なる詐欺に遭い、借金を重ね、合計6000万円もの負債を抱える事態になってしまう。そんな状態で頭を抱えていた時、同い年のキャリーパミパムがマリンメッセ福岡でイベントを大成功させたことを知り、俺も有名人になろうと決心。唯一の趣味として DJ をしていたこと、また DJ は一人でも取り組めることを踏まえ、 DJ で成り上がるしかないと決心した。これが DJ 社長として活動を始めた瞬間だった。とはいえ、当時の知名度は無に等しい状態。そこでネットを通じてクラブへの DJ 出演を希望したり、知り合いに何度も連絡したりと、地道に営業を重ねていった。こうした努力が実を結び、ようやくノーギャラという条件で DJ 出演させてもらえるように。ヒッチハイクや高速バスなどを利用して全国を回り DJ を行った。普通に DJ したって人気なんか出るわけないと思い、顔と名前を覚えてもらうため、フリートークをしながらちびまる子ちゃんやアンパンマンの曲を流すというスタイルの DJ を行った。この異色のスタイルが話題を呼び、徐々に人気を集めていく DJ 社長。次第にオファーの数も増え、忙しくなってきたため、 DJ ホイたちを誘って3人でレペゼン地球を結成した。お前の人生を大きく左右させるような話やし、ネットでお前の悪口いっぱい書かれるけど大丈夫かと聞かれた DJ ホイはその場で快諾。その翌日には、学校辞めてきましたよと明るく報告した。後に1名が脱退し、 DJ ギンタが加入。 DJ ギンタにも同じ質問をしたところ、彼もまた、何かに誘われるのかなと思ったんで、もう部活と学校を辞めてきましたと快諾。こうしてレペゼン地球としての活動が始まったものの、金銭的な余裕がなかった彼らはラブホテルの駐車場で仮眠したり、イベントの主催者の家に泊まったりと節約生活を送る日々。バーを経営しながらなんとか生計を立てていた。ちなみにそのバーの店長は後に加入した MG ワキであり、バイトの一人が DJ マルである。そして2016年、レペゼン地球は YouTube での活動を開始。知名度が高まるにつれ、あんなの DJ じゃない、すぐ消えるといった悪口も多く寄せられた。そんな中、 YouTube にアップした楽曲 YSP の過激すぎる歌詞が SNS 上で話題になり、賛否両論あったが、それをきっかけにブレイクを果たした。その後は忙しくなったため、 DJ 社長は駒沢大学を自主退学し、バーも閉店。音楽と YouTube 活動に専念した彼らは、その後幕張メッセでワンマンライブを行い、チケットは即日完売、観客は1万5000人動員と大成功を収めた。さらにシングル「レペゼン」の動画再生回数は2000万回を突破。その後パワハラ炎上騒動でドーム公演が中止になり、一時失速するも、その後また見事復活を果たした。
転んでも何度も起き上がり復活を果たしているレペゼン地球。彼らの勢いはますます加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。